惜しい。これ一つだな。ないぞ。ない場合はこれはゴミなのかな。129枚。ああ、最終戦だから一人一人インタビューしようね。小論文ね、最後に3、2、1、GO。 年間最後のフィナーレ、竹内選手。続いては、ご視聴の皆様に投稿いただいた賞の発表でございます。まずは、最も印象に残った BT メンバー、ご視聴が選ぶベスト BT パフォーマンス賞の発表です。ベスト BT パフォーマンス賞は、キラー！ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、選手ルームをいくつか挙げさせていただきます。キララちゃん。パフォーマンスが一戦も全力で笑顔を。ベスト運動量がすごい。いつもチャンピオンを超えていてエナジーを分けてもらっています。いつも元気いっぱいでレベルのダンスが素晴らしい。それではキラさん、一言お願いします。はい、まずはこのような賞をいただき本当にありがとうございます。今年の方にもお話できているのもファン、ブースターの皆さんのおかげでもありますし、こうやって動いてくれている運営さん、スタッフさん、照明さん、音響さん、皆さんのおかげでもありますし、ここまで歩いてきたわけですから、本当に感謝します。ありがとうございます。また
Thank you, Blue Stars, for supporting us in the home games and away games. We always hear you, and it was great that you helped us to win together. Thank you very much. 最後に本当に皆様、本当にサポートありがとうございました。ホームでも、アウェーでも、すごい、声援が、聞こえてきました。本当に、シーズン通して応援ありがとうございました。本当に応援ありがとうございました。木下選手。皆さんの、サポートがあって僕たちがプレーできるので本当に感謝しています。今シーズンありがとうございました。皆さん今シーズンありがとうございました。試合はちょっと多かったですけど、皆さんのサポートのおかげでここまでやってくれました。ありがとうございました。委員長、昨日はシーズン途中からの対決だったんですけど、本当ホームでもアウェーでも毎試合応援、本当に熱い応援ありがとうございました。はい、先ほども言った通り本当に皆さんの支えがあって、こうしてチーム全員で卒業したいというこれで切れたのかなと思ってます。本当に感謝します。ありがとうございました。私も応援ありました。普通怪我で最後まで出れなかったですけども、僕が怪我したおかげでチーム連勝たくさんできたので、それはそれで良かったかなと思います。はい、ありがとうございました。今シーズンもありがとうございました。聞いた話によると、今シーズンはホームでの勝率がすごい良かったみたいなので、やっぱりそれは本当に皆さんのおかげだと思ってます。上に来てくださる皆さんもすごい応援が届いてたので、これからも最高のホーム作りましょう。なかなかちょっとフォローが難しい。飛ばしてキャプテン飛ばして、ああ今日頑張ったね。ロシアの人本当にファンの皆さんは B リーグの中でも素晴らしい、応援サポートをしてもらったと思ってます。ホームでも応援でも自分たちの助けになります。本当にありがとうございます。Thank you, Osaka. This time, you guys are the best. Thank you. はい、大阪エベストのファンの皆さん本当にありがとうございます。皆さんはベストなファンだと、思ってます。ありがとうございました。Best fans in the B-League, we appreciate all the support. Love you. B-League の中でもベストのファンだと思ってます。本当に、皆さんのことが大好きです。ありがとうございました。あ、ロングだ。はい、大阪ベストの皆さんのファンの前でこうやってプレーできたことをすごい誇りに思ってます。シーズンどうもありがとうございました。今シーズンありがとうございました。ホームはもちろん、アウェーでもすごい声が聞こえてそれが力になってました。今シーズンもありがとうございました。今シーズンもたくさんのありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにします。ありがとうございました。さあキャプテン、今シーズン応援ありがとうございました。プレーオフに行くことはできませんでしたが、クラブ史上初の開幕の7連勝であったり、7000人を超える観客動員であったり、非常にポジティブなこともあったシーズンでした。皆さんの応援のおかげでこうやって僕たちはバスケットができているので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。皆さん本当に1年間ありがとうございました。
がようやく落ち着いてきて、以前の日常に戻り、そして、会場いっぱいのお客さんの前でプレーできたことが、すごく今シーズン一緒に戻っております。ファンの皆さんだけではなく、あと大阪ウエスターを、スポンサーの方々も本当にありがとうございました。チームは、来年またどうなるかわからないんですけど、大阪ウエスターというチームは、大阪に根付いて、今後皆さんの応援される存在で続けたいと思うので、引き続き応援よろしくお願いいたします。では、改めてご主人応援ありがとうございました。ぜひスタッフ GT へ皆様盛大な拍手をお願いいたします。お願いいたします。わあ、また最後完全なフィナーレですね。来年はなくなっちゃうかもしれない発言があったね。ここで県県ゲストプレゼンツ内容公開の結果を発表します。今月の予想内容は、本日の試合のハーフタイム終了時点で最もアシスト数の多い選手でした。立つなよ、立つなよ。32番アンジェロ・カロリーノ選手でした。そして当選した来場者の方は、田中バッシュプレゼント、おお、すげえ。おめでとうございます。いや、外れ35、あ、近い近いけどダメだ。356だ。チョコレートチョコレート、チョコレート、あれ欲しいね。3、あー、ダメだ。結構当たってるんじゃないかこれ。356でしょ、1個だもんね。惜しいね、残念。抽選最後まで見てきました、はい、大阪エベッサ来年も応援します。ちょっとね、交通の便が悪いのがたまに車かバイクがないと来れない。雨だとバイクきついですね。本当か、お願いします。